アクションペインティングもしくはジェスチュラルペインティングとは、顔料を紙やキャンバスに注意ぶっかく塗る代わりに、垂らしたり飛び散らせたり汚し付けたりするような絵画の様式である。できた作品は、具体的な対象を描いたというより、絵を描くという行動をそれ自体が強調されたものになる。アクションペインティングの作例アクションペインティングは、第二次世界大戦後、1940年代、 後半から欧米に広まった。抽象表現主義と関連づけて語られ、時には同一視されることもある。これをアメリカ合衆国のアクションペインティングとフランスのタシズムとの比較で語ることもある。この用語はアメリカの美術評論家ハロルド・ローゼンバーグが1952年に初めて使用し、ニューヨーク派の画家や評論家の間に美学の見方について大きな変化をもたらした。 それまでにもジャクソン・ポロックやビレム・デ・クーニングといった抽象表現主義の画家たちはキャンバスは世界を再現する窓でなく創作行為をする場であるとしてキャンバスは闘技場であるという率直な見方をしておりクレメント・グリーンバーグら当初から彼らに好意的だった評論からは彼らの作品の物質性を強調していたグリーンバーグにとっては 芸術家の実存的な格闘の記録として絵画を理解するための鍵は油絵具が固まって盛り上がった絵画の表面にある物質性、身体性であった。これに対しローゼンバーグの批評は協調の対象を物質から画家の格闘それ、時代に変えた。画家にとって完成した絵は絵画の創作という行為や家庭のうちに存在している現実の芸術活動の 残留物であり、物質的な表明に過ぎない、と彼は見た。その後20年ほど、ローゼンバーグによる、物質でなく、行為としての芸術、結果でなく、過程としての芸術という芸術の最定義は、大きな影響を持ち、ハプニングフルクサスから、コンセプチュアルアート、アースワークなど、大きな芸術運動の基礎となった。アクションペインティングを理解するには、 その歴史的な文脈を知ることが重要である。これは戦後に起こった美術分野での暴動であり、量子力学や精神分析学が花開き始め、西洋文明の世界や事故に対する認識を完全に変えてしまった時代を背景にしたものでもあった。これに先立つワシリー・カンディンスキーやピエト・モンドリアンらの作品は対象の具象的な描写を避け、これを攻撃し、 代わりに観客の感情を刺激したりじらせたりしようとした。アクションペインティングの場合はさらに進んでフロイドの無意識の概念を下敷きにした。その作品はどのような対象を描写したものでもなく観客を刺激するものでもなくその無意識に触れようとしたものだった。画家のアクションとは自発的な行為のことだった。画家は手に持った顔料をキャンバスに垂れるがままにしていた。 彼らはただキャンバスの周りを踊るように動き、またはキャンバスの上に立って無意識が命ずるままに顔料を落として真理のうちの無意識の部分が自身を表現するままに任せていた。ありがとうございます。